この新型コロナウイルス感染症が今やこの世界中に拡大するということで、世界経済の不透明感が急速に高まっていると、そうした中で、内外金融資本市場では不安定な動きが続いているわけであります。日本銀行としては、新型コロナウイルス感染症の拡大が我が国の経済金融情勢に与える影響を点検した上でですね、やはりこの本年度末を含めですね、企業金融の円滑確保と金融市場の安定維持に万全を期すために、金融政策面からですね、必要な措置を早急に検討して実施していくことが必要だというふうに判断をいたしまして、ハードデータ少ないとは思いますが、一定程度のこれがもう限界で、これ以上できないということはないと思います。さらに、マイナス金利の深掘りなり何なり行うということが可能だと思います。ですから必要があればそういうことをしますけれども、今必要なのはですね、やはりこの企業金融についてですね、特に中小企業の企業金融についてですね、万全を期すると。弾力的にリーマンショックとはその性格が違いますし、リーマンショックのああいう形の場合はどうしても基本的にその長くですね、そのショックっていうか影響が続くんですけども、今回のはそれぞれのその地域のそのコロナウイルスの感染拡大自体はですね、一定期間で収まっていったとしても、それがこう各地域に伝播していってるということ、それから企業のその資金繰りとかですね、そういうものに対する影響は若干残りますのでですね、やはりその相当注意してですね、対応していく必要があると。あと企業の資金繰り支援についてもですね、